こんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日はですね、対談会なんですけど、最初ちょっとお便りから行きましょう。山田さんからですね、私は27歳フリーターです。かつてアニメの仕事をしていたのですが、すぐに挫折してしまいました。今は朝バイト、昼から漫画を描くという生活をしています。ですが、同期が正社員や原画になったというのを聞くと、敗北感や焦燥感に苛まれます。バイトを辞め正社員になるべきと分かっているのですが、なかなか行動に、出れません。いっそ漫画家を目指すことも考えるのですが、そんな自信も覚悟も持てずにいます。漫画を描くのも逃げやアニメの未練が捨てられないだけなのではないかと、すっぱり辞めるべきなのではないかと考え、ぐるぐるしています。どうしたらよいのでしょう。何か助言をいただけたら幸いです。助言というかね、ここの助言ポイントじゃないんですね。助言って正しい助言ポイントというかタイミングみたいなのがあってですね。例えばこの山田さんが覚悟を決めて、漫画とかアニメどっちでもいいです。飛び込んだらもう助言ができるんですよね。で、諦めたなら、で、正社員になることにしましたって言って諦めたなら、慰めるのはできるんですけども、つまり、自分で決めて行動した人だったらですね、なんか言えるんですけども、その前の状態だから他人があんまり言うような問題じゃないし、ここを考えないと、なんだろうな、自分の人生面白くないと思うんですよね。で、というふうに言うのは、これ山田さんが僕にとって他人だからなんです。で、もし自分の息子とか娘だったら、なんて言うのかっていうと、いやもう、それはもう今すぐバイト辞めて、漫画でもアニメでもやれって言いますね。5年間は面倒見るから、5年間で何ともなかったらそこから先考えろって言って、とりあえず食わせてやるから、どうにか、とりあえずチャレンジしろって言うんですけども。だから僕は山田さんのですね、周りにそれを言ってくれる人がいるかいないかなんですよ。で、27歳でフリーターで、まだ実は親に食わせてもらってるとか、親の家に住んでるんだったら、親にそれを頼むべきだし、さっさとバイト辞めた方がいいと思うし、で、もしそういう人がいないって言うんだったら、この場合の回答はですね、じゃあそんなこと言ってくれる人を探せなんですよ。山田さんが男だったら、そんなこと言ってくれる女を探せし、山田さんが女なんだったら、そんなこと言ってくれる男を探せっていうのが僕の助言であって、これクリエイターって一人でなるもんじゃなくて、その人を含めたシステムというか、経営の中から出すものであってですね、これをね、一人で単独した個人っていうのを、仮定して解決しようとするとね、あんまり打てる手がなくなってくるんで、いいですね、すねをかじれる人間をですね、見つけるのがですね、いいと思います。というわけでですね、今日はですね、ゲストを来ていただいてます、幻冬舎の編集者、箕輪幸介さんですね。よろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。一応ここにこれ置いてるんですけども、あんまりこの本は本大丈夫です。いいタイミングではない。いやもう結構落ち着いてるんで大丈夫です。じゃあ水飲んでください。大丈夫です。俺も飲みます。打ち合わせ全然してないんですよね。そうですね。はい。僕から声かけさせていただいて。はい。あると。人生相談があると。人生相談っていうよりも、僕、昔の YouTube とか見るの好きなんですよ。はい、それこそ、ホリエモンのライブドア事件の時とか、はい、10年ぐらい前の、はい、報道とか対談とか見ると、はい、その10年前未来を予測できてた人たちがどういう行動してたか、みたいなの分かるんで、はいはいはい、で、そうやって昔の YouTube 見てたら、はい、岡田さんが、はい、田畑慎太郎、はい、田畑さんと対談してる評価経済、はい、頭はいいけど勘の悪い田畑さん、あ、そうなの僕は田畑さんの時僕が言ってることは全然分からなかったから、今になって田畑大学やった時見てほら見ろほら見ろって、そういうのを含めて、はい、ですいません、岡田さんってマジで、はい、それはもう本当に思うんですけど、はい、めちゃめちゃ解像度が高く未来こうなるっていうのを言う人、僕の一人だと思ってて、はいはい、で、自分から僕こう DM を送って話したいですとか言うことほぼほぼないんですけど、あ、岡田さんの話を今聞いときたいって思って、はいはい、要は10年前評価経済を予言した、はい、岡田さんが今何を見てるのかっていうのを超個人的に聞きたいんで、はい、で、多分このニコ生の皆さんは、はい、その、いわゆるビジネス側面の岡田敏夫は、そんな興味ない。ほとんど見てないです。だから本当申し訳ないんですけど、はいはい、ちょっと、
8時半ぐらいまで岡田さんお借りしたいなと思って。はい、わかりました。はい、大丈夫です。うん、僕の方からもですね、パル9000さんから質問があって、幻冬舎さんには出版、幻冬舎さんでも出版風評を感じてますか、対策やビジョンなど出版社の意見を聞いてみたいと。やっぱ岡田さんのいうことで。ファンの人だから、そういう出版社とか。そうです。僕も、この見てみたら、箕輪康介、日本の編集者実業家って書いてあって、株式会社幻冬舎所属になっているので、あくまでやっぱ出版社の人って、そうです。僕、見てないです。もう変わんないです。僕、幻冬舎の社員ですから。はい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 。なので、まあ、出版の話みたいなものも僕はちょっと聞きたいなというふうに思ったんですけども、はい、どっから行きましょうか。本当にどっからでも大丈夫です。僕から聞いていいですか、じゃあ。はい、大丈夫です。有能らしいねって今。有能らしいねっていうことと、二人とも服が暗いから、画面が暗いっていう。ですね、はい、それこそ本当10年ぐらい前に評価経済社会が来るっておっしゃっていて、はい、で、完全にもう、来てて、で、はい、なんとなく個人の時代がっていう人はいたとしても、はい、あのレベルで今を言い当ててたのって本当に岡田さんだと思って、はい、しかもオンラインサロンも僕やってるんですけど、はいはい、めちゃめちゃ早かったじゃないですか。はいはいはい、で、その時もね、異常に早すぎるなと。俺、あの時も田畑さんにも、うん、あとなんだっけな。ホリエモン？ホリエモンもね、一瞬で分かったんです。さすがホリエモン。もうあっという間に理解してくれたんですけれども。あとなんだっけな、女の人で、勝間さん。勝間さん。はいはいはい、勝間さんにもね、うん、勝間さんと勝間さんのマネージャーにも、すごい丁寧に質問したんですけど、うん、やっぱ二人とも全く動かないんですよ。遅いね、田畑慎太郎。ハーチューに置いたからハーチューもわからなくて。で、やっぱホリエモンすごい。ホリエモンすごい。うん、ホリエモンはだから、あの辺の人たちは僕にしてみれば、うん、まあ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 、戦国武将なんですよ。なるほど。ホリエモンだけです。織田信長なんですよ。あいつだけ早いんですよ。あ、僕も、ホリエモンがメルマガでめっちゃいい感じになってた時に、はい、次サロンみたいなこと言ってた時、マジで僕もピンとこなくて、はい、よくわかんねえな、みたいな。で、岡田さんの本を読んでた。で、はい、言ってることはわかるんだけど、肌感として理解できなくて、はいはい、で今僕いろんなインタビューとかで散々お金を払って働くって何ですかとか、はいはい、オンラインサロンって何ですかって言って偉そうに語ることって、はい、10年前岡田さんが散々本に書いてたことじゃないですか。もうそこが逆転してるっていう。あれやっぱりもう分かってもらえないんですよね。なんでそんな早いんですか、そもそも岡田斗司夫は。早いっていうか、うん、その僕たちの洗脳社会っていうのを書いたのが良かったんですけど、あの時に本の書き方は分かんなかったんで、うん、今起きてる変化って、うん、しょうがないから、その、石器時代から始めて、農耕社会、産業革命っていう、この順番で語ると分かるっていうふうに話してると、僕の中でその土台ができたんですよ。で、多分その、社会学やってる人も、その未来学みたいな、あと、メディアとかやってる人も、積み上げが多分20世紀からなんですよ。20世紀から積み上げると、将来予測の精度って10年ぐらいなんですよ。なるほど。で、2000年ぐらい、こう土台広げて、2000年ぐらい前からやってると、多分100年ぐらいの予想ができるようになるので。なるほど。だからその評価経済って僕、一番最初に本書いた時、これはこっから先30年から50年の話なので、今日明日じゃないよって言って、って書いたのが95年だから、やっと今が25年目の真ん中の曲がり方です。じゃあ、キンキンのなんかネットとかを研究して書いたんじゃなくて、本当に普遍的な歴史を。そう、普遍的な歴史で見るとそうなるよっていう話で。なるほどな。あんまりね、その、キンキンのことわかんないですよ。僕、政治とか全然興味ないんで、こっから3年5年どうなるのか全くわかんないんですけども、10年20年のスパンだったらこうなるに決まってるっていう、その、決まってるという部分を話してる。へえ。なんか僕、はい、岡田さんそれこそ一番、僕は本当にペーペーの本を作ったことない時期に岡田さんお会いしてて、はい、堀江門の逆転の仕事論って本で、はいはいはい、いろんなイノベーターの人にインタビューするっていう。はいはい、それも僕、岡田斗司夫って人はめちゃめちゃ鋭いなと思って、その中の一人に入れさせていただいたんですけど、その時も。本の中で書いてた、ホリエモンに本を出させる秘訣みたいなやつですよ。僕がいろんな人にインタビューするか、あとホリエモンは電話、車の中でスマホいじってたら書けますよっていう。そうそう、ホリエモンの稼働なしの本で。あれはすごい、ね。詐欺みたいな本なんですけど、はい。で、岡田さんに、僕その時言ったんですよ。はい、本当早くないですかって。でも、はい、全く、
選ぶことも謙遜することもなく、はい、うん、あ、そうかな、みたいな、はい、それがすごい記憶にあって、はい、なんか、ほら見ろ、当たっただろって感じでもないし。やっとね、最近それが選ぶれるように。え、なんで？あの、当たったのが誰から見ても分かるようになったから、あ、やっと世の中が答え合わせの段階に来たから、よっしゃ、こっからは選ぶろって思ったのと。あの時はじゃあ、みんな当たってるねとも言ってくれなかったぐらい遅れてたってことか。はい、だから、この編集者は、うん、多分、勘がいいから当たってるって分かるんだけども、うんうん、これ多分もう絶対ついてきてないわと思って。うんうん、え、孤独ですか？関係ない。楽しい。孤独は早すぎるじゃないですか、岡田さんって。ホリエモンって、はい、早すぎるわけじゃ、早いけど、早すぎないじゃないですか。そうです。抜群にいい感じで。だから、ホリエモンは儲かるホリエモンなんですよ。そうですよね。あの、賢くなる岡田斗司夫、儲かるホリエモンって俺呼んでるんですけど、俺の近くにいても絶対儲からないんですよ。ですよね。わかるわかる。岡田さんが早くて、ホリエモンがいて、その次僕ぐらいなんですよ。だから僕は、そんなホリエモンほどイノベーターじゃないけど、僕もまだ回収フェーズにはいるんですよ。いやもうそうだと思います。岡田さん早すぎんだもん。だってもう、世の中が、ここっていう正解だって言った瞬間、もう若干飽きてやめてるじゃないですか。そうです。その感覚って何なんだろうとか。でもそれが心地いいんですか？いや、それはうん、孤独じゃないですかっていうのと対なんですけども、うんうん、やっぱなんだろうな、一人なんですよ。一人でやってるので、うんうん、その、次々と新しいところ移れるんですね。だから俺、ホリエモンとか、あと西野くん見てて怖いなと思うのは、フォロワーが増えすぎると動けなくなるのに、ホリエモンまたライブドアの二の舞になるぞと。面白い、その話。はい、だって、オンラインサロンって全く自由じゃない。自分が自由だ、自由だと思って振る舞わないと自由になれないし、いつの間にか1億人とか70億人を相手にすべき人間が、1万人とか数千人の人間を相手にすることに、だんだん手仕舞いに入っちゃうんですよ。深い。はい。なるほど、ね。それはオンラインサロンやってないとなかなか実感しないじゃないですか。それはもう自分ではそれを囚われないつもりなんだけども、囚われないことは不可能だし、ホリエモンにも人の情が、やっぱね、あるじゃないですか。その人の情がやっぱ1万何千人分掛け算になると、かつてのライブドアと同じように抱えてることになってると僕は思ってですね。西野くんも本当にそう思ってます。だからちょっと今危険じゃねえかなって。その危険というのは、自由な、はい、発想が囚われるってことですか？それともリスクがあるってことですか？その人数抱えてると、何かしら、事件が起こるとか炎上するとか反発に遭うとか。いや、全部です。そいつらの、機嫌取らなきゃ。機嫌っていうこともないでしょうね。うん、そう、サロンだから、意外と機嫌取んなくても、うん、ついてくるやつだけ残ればいいっていう人がむしろ残ってると思うんですよ。はい。でも、そうは言っても引きずられる部分があるって感じなんですかね。うん、サロンもなんかその、2周年、3周年になってくると、うんうん、サロン内の人間関係ができてきて。ある、リアルだなって思う。はい、はい、うん。で、そっちの方にそのトップの人間が引っ張られないっていうのは、うん、よっぽど人手なしでないと、うん、なかなか無理だと思う。だからサロンで成功してる人間って、例外なく人手なしなんですけど。じゃあ、囚われてないわけじゃないの、はい、人手なしなんだけど、やっぱりどっか引きずられてる。人手なしだったらね、うん、もっと孤独です。平気なんですよ、ね。だからオンラインサロンやる程度に人が好きだったら、まあね、人手なしでありながら、確かに何か人一倍涙もろいとかね、人一倍熱い部分があっちゃうんで、うん、それがね、こう引っかかってくる。掛け算になっちゃう。で、まあでも、それあるんですけども、うん、さっきおっしゃられた、うん、多分読むのが早いのは、こうだと思った瞬間に言ってるのと、うん、あとね、なんかその、論理で組んでなくて。あ、論理で組んでない。最後は勘ですね。あ、でも勘にしちゃ、うん、田畑さんとの対談とか見ると、はい、資本主義的なものとの立て付けの違いとか、はい、レイヤーの違いとかの説明が、うん、10年前なのに、今それを聞いても、あ、その通りだなって思うんですよ。っていうことは、勘で個人の時代が来て、こうフォロワーがどうのとか、評判で生きる時代がって言ってるにしては、はい、ものすごい学術的な裏付けがあるというか。いや、あれはね、田畑さん用語。うん、
ヤバタさんを納得させるために納得させるにはここしかないかと思って あの人だ確かにそういう裏付けを欲しがるから ね凡人だから不得意なことをねいっぱいそうなんです不得意なことをいっぱいやったんですよなるほどね、はいはい、クリリンだからねサイヤ人じゃないから、ね、そうなんですよクリリンなんですよ地球人最強だけどそう、ね、クリリンなんですよそう、ね、あクリリンを納得させるには俺の心の中では今度からクリリンって呼んできますクリリンを納得させるためには、うん、この人間が理解できる学術的なものとかアカデミックのとこと紐づけないといけないから強引にやったってことですか。で田畑さんの場合はその四半期で生きてる人なんで、うん、この四半期内に利益があるとか、うん、四半期内に見込み益があるっていうので動く確かにすごいクレバーな人なんですよ、うんうん、でホリエモンって多分それが5年10年のスパンで考えれるんですけど、うん、サイヤ人だからねサイヤ人だからなのでその田畑さんには、うん、これをやったら、うん、あなたの明日とか来週にはちゃんと利益が始まりますよっていうのを言ったんですけども、うん、やっぱりあの時田畑さんが田畑さんがやっぱあの時抱えてるものがでかかったんですよ。あの時会社員で、うんうん、まだスーパー会社員となる前で、うんうん、だったので抱えてるものが多いとやっぱ動けないんですよ、うんうん、で抱えてるものが少ない人は動ける。だからホリエモンなんて本当に刑務所から出た瞬間に僕とこういう話をして、あ、じゃあこういう風にしよう。要はもうスポンジ状態半端なかったんですよね。シューって吸い込んで、はい、だから僕人間に大事なものは、うんうん、今持ってるものをどれぐらい常に捨てれるかというか、切り離し可能の状態にあるのかっていうのが、うん、それがその人がいつも変わっていけるかどうかのポイントだと思ってるんですよ。確かに。それは本当その通りだと思うんですけど、その文脈で言うと10年前に田畑さんが、はい、あの瞬間サロン始めてたらどうなったか分かんないけど、はい、まあ間違いなく早かった、第一人者だったじゃないですか。はいはい、それで言うと、この瞬間が田畑さんの10年前だとすると、はい、どういうふうな、岡田さんは時代の見方してるのかっていうのを聞きたいんですよね、僕が。要は、はい、10年前岡田さんが評価経済が来るよって言ったみたいに、はい、今これからどういう評価経済の次か分かんないですけど、はい、その立て付けの違いってどうなってるのかなって、まあ評価経済の中だとは思うんですよ。はいはいはい。まあ、評価経済は30年から50年の変化だっていうふうに言ったので、うん、今25年目なので、うん、あと25年間ぐらいの、うん、いわゆる後半期ですよね。だから、そう、後半期どういう、ようやっと貨幣経済との、うん、貨幣経済に拮抗するぐらいの、うん、なんかこう厚みがあるなとか重みがあるなっていうのに、多分こっから10年ぐらい、ようやっとなってくる。一般の人気づくじゃないですか。要は、そうですね。一般の人って発明とか技術とか、うん、手に取れるものでないとダメだから。だから、ね、ラインスコアみたいなのあるとみんな一瞬でサッと気がつくんですよ。そうそう、全くそうで、10年前とか、フォロワーの数がお金になるとか信用に変わるって言っても、はい、気持ち悪、なんかうさんくさみたいな、ね、なってたけど、今言っても、うん、そうだよねって、そこら辺の中小企業の社長でも言いそうですよ、はい。っていうことは、もうそこは完全遅くて、はい、今のうち何を仕込んでおいたらいいか岡田さん聞きに来たんです。はあ。それはね、うん、早すぎる質問だな。ちょっと待ってください。早すぎることを。2年早い。生半可でもいいから聞きたくて、はいはいはい、僕の中の仮説ですよ。はい、評価経済来ました、はい。で、これは続く、その来たとかっていうよりも、でっかい、はい、永遠に続く、はい、レイヤーの話。はい、でも、その中で、要は個人として、ホリエモンとか、うんうんうん、ハーチとか池早さん来た、うん、その後に僕とか田畑さんみたいな、はい、いわゆる会社員なんだけどインフルエンサーだよねって人が来ました、はいはい、でそういう人はポツポツ来るしこれからも来るんだけど、はい、全員がそうなれるわけではない。ないです、はい、そうなった時に来たのが岡田さんがオンラインサロン始めた文脈とは若干違うが、はい、いわゆる強烈な子とか志とか意見を持っている人たちに、はい、自分のアイデンティティを多少重ねることによって、はい、そこに、まあ、ヤドカリみたいに、はい、借りるっていう意味でのオンラインサロン的なコミュニティが今、はい、西野コミュニティ、堀江コミュニティ、僕コミュニティとかって、はい、1000人単位とかででき始めた、はいはい、でこれがこの次どうなるか生煮えの状態でもいいから聞いて意識しときたいです。じゃあ、うん、そのビジネス的な方法で話していくと、はい、これが続くはずがないと。いわゆる、一人数、うん、まあ、だいたい安いところで1000円、うんうん、高いところからでは1万円ぐらいですか。そうです。はい、うん。ぐらいのオンラインサロンに、意識、
意識高い系の人が入ったとしても、うん、3つも4つも入れるわけではないと。そうですね。はいはい、つまり、うん、いずれはそのオンラインサロンみたいなものが、うん、YouTuber みたいなもので、うん、あのサブスクリプションビジネスみたいに儲かるというふうに思われれば思われるほど、うん、YouTuber って毎日何かしなきゃいけないけども、そうですね、オンラインサロンは何かもしなくてもいい。それどころか、うん、ファン同士が何か活動してくれる。これは楽だってことが気がつくと、うん、オンラインサロンが、うん、まあ大体毎日1000件ぐらい生まれるような状況を想像してみると。想像します。今も一番僕のところに、はい、あのメッセンジャーで相談来るのはオンラインサロンやりたいって相談。うん、しかもそれが本物系に移ってきた。はいはい。うん、本物系ね。要は世間で本もちゃんと売れてて、僕らみたいなちょっと早いとかアコギって思われない、ちょっとなんか丸の内とかで本が売れそうな人たちに移ってきたから、いよいよオンラインサロンも、あの、安定のフェーズっていうか、はい、普通になっちゃったなと思って、はいはい、いかがわしいことをやんないと、うまみはないじゃないですか、はい。っていう時に、そう、まさに。だから1日1000件、オンラインサロンが生まれてきたらどうなるのかっていうと、うん、それはもう安くしたものが勝ち。あとはそのオンラインサロンっていうのは参加してなんぼだけども、うんうん、実際に参加して発言する人の率はやっぱり 1% とか 5% ぐらいですよ、ね。まさにまさに。ということはみんなもう読む線なんですよ。読むだけで満足。うん、まさにまさに。はい、あのね、肌感僕1700人ぐらいですけど、8割5分はロム線ですね。はい、はい、はいはいはい。で、それがどれぐらいこう発言するような場にできるのかっていうのは、うん、その、主催者の側がどれぐらいその、コーディネートですね。そうですね。これをやってるとみんなの人生に何があるのかって、具体的に、うん、示せる場は燃えるんですよ。例えば、このオンラインサロンに入ってると、うん、小説家になれるとか、編集者になれるとか、うん、金持ちになれるっていうふうなことが、具体的な目標であればあるほどみんなが発言できる。まさに。ところが、それが抽象的な目的で集まってる、うん、ファンクラブみたいなものであれば、うん、書き込みのその抽象度が上がってきちゃって、上がっちゃう、俺もなんか熱く行きたいですみたいなものしかなくなってくる。まさにまさに、うんうん、で、そうなればその、まあファン同士でこう話し合ってくれたり、励まし合ってくれたりして、さっき言った 5% から 10%、15% というふうにアクティブ率が上がっていくわけです、ね。そうです。書き込みするかはど、はい、置いといて、僕のところは最初編集者になれるっぽく始まったんですけど、はい、今はもう本当抽象概念でやってて、うんうん、ミノワ的なものとかニュースピックス。わかります。で、そうすると、うん、僕が究極極端な話、死んでも、はい、この後対談終わって吉祥寺でバーンって車引かれて死んでも、はい、多分、大会率はそんなにない。はい、もう、ミノワ的なものが好きだっただけで、はい、ミノワの投稿を読んでたわけじゃないから。うんうん、横のつながりに価値がある。ホリエモンも、まあ、西野さんも、うん、あの、ミノワさんも多分ね、うんうん、死んでも3年間サロンは、そう。あの、楽に運営できて。全くそうです。で、5年間は、うん、8割以上寄付できる。あ、8割だ。2割は寄付。5年後で2割は寄付できる。あ、でも僕の感覚と近いです。はいはいはい。うんうん、それがいい、あ、まあ、それがいいか悪いかは分かる。本当に疑わしいかって書いてあるけども。いや、俺本当そうだと。やってみたら分かるよ。要は横のつながりにしか、うん、あの、うん、お金の価値は生まれないんですよ。だって僕の投稿を読みたかった、ね、はい、僕のその本を読めば、だいたい言ってること同じですから。だからその僕がやってるこのニコ生との差はそこなんですよ。うん、ニコ生のこの、うん、これってオンラインサロンみたいなもんなんですけど、うん、何が違うかって言ったら、うん、もう君らには本当に申し訳ないんだけども、彼ら同士の交流っていうのの場がないことなんですよ。ですよね。だから、でこれはもうずっとコンテンツ出さないと、うん、この場が存在しないから、僕がこの瞬間死ぬと、この、あの、岡田敏夫ゼミっていうのは、こう、崩れていくんですけど、それを良しとしてるんですよ。それを狙ってるってことビジネス、そうです。ビジネスマンとして成功するんだったら、ホリエモン的な、自分が死んでも、その、ファン同士が交流して、でもあの時ホリエモンこう言ってたよ。いや、それはそういう意味じゃないよ。読み解くの。3年から5年持つ戻と、岡田敏夫がいなくなってしまったら、新作の映像がないから、みんなざーっと散っていくの。コンテンツ型と、コミュニケーション型っていうか、SNS 型みたいなのだと思うんですけど、その通りで、僕死んでも、はい、うまいこと、まあ5年は2割を持つと、はい、うまいこと、2代目ミノワが出てきたら、はい、そいつが俺より俺っぽいって、うん、みんなが認めたら、また行く気がするんですよ。だからもうあの、筋肉マンマリポーさんみたいなもんで、ミノワなんとかっていうやつを次々と今のうちに命名しておけば。でもそうなんです。そこはね、僕意識してて、はい、たまに俺の代わりに、あの、数週間でも、オーナーやらせようかって思うんですけど、やっぱ出てこないですね。やっぱ死なないと出てこないと思うんですよね。はいはいはい。いや、うん、ミドルネームでミノワ与えればいいじゃないですか。
岡田斗司夫だった岡田箕輪斗司夫と名乗ることを許すっていう。なるほどね。はい。あ、でもそれはあるかも。あと僕オンラインサロンのね、次はね、うん、あれだと思いますよ。うん、入試があるサロンだと思いますよ。あ、僕ね、ずっとやろうかなと思って。そのハードルってどういうハードルなんですか？いや、もう簡単です。試験問題出して、うんうん、合格して人しか入れないっていう。うんうんうん、これもう昔から僕やりたいんですよ。うんうんうん、はいはいはい。それで言うと、はい、その、引きのハードルでやって入れると、はい、なんつうかな、なんか、いや、僕は引きが分かりやすいからです。うん、なるほどね。それは主催者によって、何を持って、だから、本当に弟子なんです。お金じゃないことだ。そうです。だから僕の場合だったら、今だったら、うん、ものすごい悪い言い方をすると、うん、例えばその、ホリエモンのサロンだったら、金払わないとホリエモンに会ってもらえない人しか来ないじゃないですか。あ、でも、すごい、言わんとしてること分かった。はい。はい、要は、概念をもっと濃くするために、うん、例えば僕だったら死ぬこと以外かすり傷みたいな、はい、バンジージャンプみたいにやらせればいいんですね。そうです。で、この中は、平気で3秒以内にバンジージャンプ飛ぶやつしかいないみたいな。そうです。だから、そういうふうな試験を設けて、うんうん、それがね、親衛隊みたいに なると困るから、うんうんうん、デザインがね、必要なんですけども、なるほどね、多分ね、そっから先って、お金以外のハードルを設ける、はい。で、それは本当に、うん、金を払うしかできない人との間に差をつければいいと、分かってるんですけど、僕も分かってるんですけども、なんか2年ぐらい前からやるべきかな、うん、やった方がいいかなと思うんですけども、うん、なんかね、うん、あんまやりたくないんですよね。でも分かる。これぐらいの感じが。あ、でも僕もやりたくないのは、うんうん、あんまりにも、そういう激しい自分っぽいやつが来たら、うざいっていう。はい、なんか、面倒いって思うから、はい、ある種ちょっと好きぐらい。てか、金の関係ぐらいが一番、距離感いい。ね、次ね、オンラインサロンの次ね、うん、そういうふうに進化すると思いますよ。っていうのはなんでかというと。じゃあちょっとカルト宗教的に事件を起こすところとか出ますね。入学試験で金取れるからなんですよ。あ、オンラインサロンって結局、うん、じゃあ多分月に1万円の高額のオンラインサロンやると、うんうん、月に1回1万円払うか払えないかのディシジョンを、うんうん、その消費者にさせるわけじゃないですか。うんうん、でその時やるんですけども、うんうん、12万円の入試で、うん、1年間の入学資格が与えられて、いつ辞めても OK。なるほど、ね。その代わりその12万円の入試でかなり見てくれますと。うんうん、問題出してそれを熟読して、うんうん、はい、これ合格合格だというふうに。うんうん、でそういうふうにするのが、そのビジネス系の人には特に向いてる。確かにね。はいはい。だからその、ひたすら金さえ払えれば入れるという、1000円、2000円の、その、レベル1のオンラインサロンから、その上のレベル2の入学試験のあるようなやつになってくると、ようやっとその、僕が前ホリエモンに行った、ホリエモン次は学校やれって言った、あの学校に近づいていくと思うんですよ、ね。まあ、ね、まあ、だって大学とかもおかしな話ですもんね。はい、受験するために、2万とか取って、はい、行かなくても受験料は取られて、れち落ちても取られる、ね。奨学金みたいに金貸してでも入れさせられて、はい、返せって言われるって、あれオンラインサロンでやったら大炎上しますよね。大炎上するの。だあれが大炎上するのに、オンラインサロンとの差ではみんな比べないのがやっぱまだ、皆さん見えてないところなんですよね。まあね。はい、でも、そうなると、ある種、いかがわしさが失われるっていうか、はい、学校になるってことですか？そうですね。いやなんか、学校になるっていうのも一個の手だと思うんですけど、はい、なんかね、その評価経済的なノリの、次の、それこそ人生相談したいみたいな話で言うと、はい、個人が、どういうふうな、はい、イメージを持って生きてき、うんうん、それこそ10年前田畑さんに言ってたあの話聞けば、はい、あ、なるほど、俺も会社員なんだが、自分にクレジット、信頼が溜まるように生きないとダメだから、ツイッターやろうとか、はい、で、本出しても、要は、クソみたいな、とんでもない健康本とか出して売れても、それは僕に信用が乗っからないから、うん、本当にみんなが熱狂するようなものを作って、僕にファンを作ろうと、編集者の。はい。っていうふうにイメージできたんですよ。はい。それが、今後10年、その個人に評価を入れるっていうのが、はい、なんかコミュニティとかオンラインサロンになった、この次って、どう個人は振る舞えば、うん、いわゆる強く、SNS に限らず、これからの時代強くなるのかなっていう、うんうんうん、強くって言ったら表現が合ってるかわかんないですけど。その、箕輪さんはそれを聞く権利があるし、う
でも、うん、普通の人が、うん、自分はそれぐらい強くなることを考えてもあんま仕方ないじゃないですか。仕方ないと思う。普通の人、だから、うん、その、うんオンラインサロンみたいなものをトップに立てる人間っていうのは、うん、いわゆるブランド服っていうデザイナーだと思うんですよ、ね。なるほどね。で、みんなはその服を買う立場であって、うんうんうん、実はミノワの服も着て、ホリエモンの服も着て、うん、で、なんか、岡田斗司夫のパンツも履いてっていうような生き方をして、うんうん、コーディネートして生きるわけですよ、ね。まさにまさに。だから、その中で、その、うん、僕らはついついオンラインサロンの次どうなるのかって考えるんですけど、うん、彼らの立場に、なって考えると、逆にね、オンラインサロンが乱立していって、うん、それぞれがひょっとしたら将来500円ぐらいに、うん、月500円ぐらいに落ちるかもわかんないし、うんうん、ひょっとしたらなんかネットフリックスみたいに、うん、日本中のオンラインサロン、うん、どれでも25入って1万円パックというと売り出すかもわかんないじゃないですか。で、そうすると弱小オンラインサロンオーナーはそれに入るかもわかんない。自分でオンラインサロンやっても800人しか集まんないとか500人しか集まんないっていう人は、その25パックの中に入って月々100万ぐらいの固定収入もらった方が、自分自身でオンラインサロンの売り上げでなんか上がったり下がったりするよりも楽だというふうに考えてなるかもわかんないので、なんかね、それって乱立時代の中の、箕輪さんの持ってる疑問っていうか、聞きたいポイントはそこで。まさにまさに。はいはい。なんか、みんなは消費者として、じゃあそんなオンラインサロンって誰から話聞くにも常にサブスクリプション的に買って、だってこれまでは本印刷買ったら1400円で済んでたものが、毎月毎月何百円とか1000円とか取られる、このせちがらいえげつない世界で僕たちはどう生きればいいのか。そこどうなんのかなと思って、はい、要は、僕は、だから本当、はい、綺麗事ではなくて、もうお金のフェーズはもう本当にどうでもよくて、うん、はい、単純にどういう機能が求められるのかなって気がするんですよ。あのね、うん、ちょっとじゃあそれね、僕、うん、考えがあるので、うん、その考えはちょっとあと15分ぐらいで限定に行きますけど、そっちは限定しよう。なんでかっていうとね、かなり極端なこと言うつもりなんですよね。いや、でもそれね、聞きたい。要は、こういう話すると、箕輪ってサロンで儲けたいんだなって思われるかもしれないし、もう僕正直それは良くて。いや、もうそうだと思います。正直ね、うん、オンラインサロンやっててね、どうでも良くなるんですよ。そう、1000人、700人とか1000人超えたらね、うん、儲けはどうでも良くどうでもよく本当に儲けが好きだったって日本国民であるはずがないんですよ。超極端な話言うと、はい、ある一定、僕物欲もないし、ある一定超えると、ただ、はい、税金みたいに、はい、みんなからのお金をどう分配するかの、うん、そうですね、最終権限を持ってる係の人みたいな。そうです、担当者です。で、だからシェアハウス作ったら地方の人喜ぶんじゃねえとか、はい、動画作りたいやついるから、100万円分、カメラ作ろうよみたいな。だからね、俺が言いたいのはね、ZOZO の前澤さんの金の使い方の下手さ。おー。圧倒的に下手。あ、でもその話も聞きたいな。今ちょっとその話していいですか？あ、ぜひ。ね、いや、下手だって話をしたいので、これ前澤さんをディスってるわけじゃないです。前澤さんちょっと路線変更した方がいいって思ってるんですけども、100万円を1000人に配って10億円って言ってるじゃないですか。で、あれお年玉って言ってるんですけども、配り方がやっぱり、評価経済的じゃなくて、うん、マネー経済的なんですよ。あ、でも俺すごいわかる。ストックされてかないですよね。はい。ストックされてかない。そうです、されてかない、うん。で、あれやるんだったら、1000人のシングルマザーに、年間100万円を10年あげる方がいいんですよ。そうすると、1000家族面倒見れるわけでしょ。広がってくってことね。で、投資してる先はそいつじゃないんですよ。うん、そいつの子供でいいんですよ。うん、子供の方が可能性あるから、うん、その方が助かる人が増えるし、いっぺんに1000人の子供の親になれるわけじゃないですか。もう親の半分と言ってもいいんですけど。確かに。その方が、ね、家族 2.0 だ。はい。その方が生きるんですよ。うん、でも、そこで、なんかこう。本当のビッグダディだね。そうなんですよ。俺はこんなことに金を使えて、俺の夢を叶えてくださいというやつ、1000人に100万円与えても、意味ないんですよ、正直言って。意味ないと思って。だってそいつら、俺本当意味ないと思う。はい、だって意味ないって思ってたらあれですけど、多分感謝しないっすよ。そうですね。もう、ウィッスみたいな感じで。だからね、あの人ね、月旅行と同じように、行って帰ってもしょうがねえとかね、あと、アーティストを連れて行っても、アートはそこから生まれないって、ピカソがゲルニカ描いて、たんと違う。ピカソは戦場行かなくてもゲルニカ描いたから、行かなくても描くやつは描くして、前澤アートを集めてくるアーティストは描いてねえよって。うんうんうん、だからその、もっと違ううまいやり方としては、シングルマザーにお金与えて、あなたたちは別に無理に変な男に引っかからなくてもいいし、無茶な、
バイトしなくてもいいから、その子を育てることばっかり考えてって言って、なるほどね、それを500家族とか1000家族にずっと10年間やると、なんか年間10億円かける10年、うん、あの人多分これやって受けてる限り5年ぐらい続けると思うんですよ。続けると。それ10年やったらね、日本って多分、それだけの、あの、前澤さんと歴史変えれるんですよ。そうですよ。お前も前澤さんにってなりますよね。はい、俺も前澤ファミリーだけど、みたいな。はい、確かに。そうですね。そうなりますよね。なります。だから、あの、僕一番、僕、あの、ね、面白い。あの、オンラインサロンっていうのをフリックスって形で始めた時に、うんうん、一番やりたかったのは全員養子にするだったんですよ。なんか前言ってた家族 2.0 みたいなことですよね。はい、全部養子にすれば、うんうん、著作権は家族内で、完全フリーじゃないですか。早すぎるわ。早すぎるわ。だから、もっと養子縁組が楽な国籍に僕移んなきゃダメかなと思ったんですよ。それがその10年ぐらい前にオンラインサロンをやってた時にかけたことで、これ全員養子にできたら、例えば自分が持ってる映画とかを全部アーカイブに入れて、うん、家族間だから見てもいいじゃんっていう。だから全員家族になるしかなくなるってことですね。はい、そうです、そうです。いや、それすごいわ。今そしたら、日本の法律的にできるんですか？日本の法律ではね、その、ま、例えば僕は結婚してないと無理だし、うん、相手の側にもそれ相応の理由がないと無理だしっていうね、なんか審査みたいなやつがあるんですよ。でも、それがなかったら僕は、うん、あの、自分の養子が1000人だろうが1万人だろうが平気で、で、親と子が喧嘩するなんてよくあるから、うん、その後、岡田敏夫を完全否定しても、あそこはカルトだって言っても、うん、バカ息子だと考えればいいだけだから。そうっすね。炎上してでも、すいません、息子がって。息子がって。だって、俺の悪口を言って、世間の注目を浴びてるからには、それはもう俺の息子みたいなもんなんだから。すいません、うちの息子がって言ってりゃいいんですよ、俺は。それ面白い。それね、なんかそのオンラインサロン、こっから先進めるんだったら、うん、そのフリックス進めたら次の一手は多分もう養子だろうなって思ったんですけども。あの時はさすがにそれは、あんまり外では言えない。でもね、岡田さん言ってた、その僕が本作る時、はい、同じような質問したんですよ、結局。はいはい、それは家族 2.0 ですねって言ってて、はい、意味わかんなかったけど、まだ来てないですもんね。まだ来てないですね。うん、はい、出入り自由な家族みたいな話してた、はい。出入り自由の家族。だから、その出入り自由の家とか、出入り自由のサロンなんですけども、うん、本当に人間求めてるっていうのは、本当に身近で何でも相談できる親、うん、もしくは親みたいな人っていう。めちゃくちゃわかる。今日誰かがツイートしてたんだけど、藤沢和樹さんかな、最終的に血が、最も強くなるの、原始に戻ると、はい。俺それすごい分かって、こんだけカジュアルにコミュニティが作れたり、はい、人と繋がれたりすると、もうそこはコミュニティになるじゃないですか。はいはい、だって極端な話、1万円払えばホリエモンのサロンに入れるとか、はい、5000円入れば箕輪さんの、はい、コミュニティになれるって言ったら、もうそんなのってコモディティだから、はい、もう最終家族とか血に戻りますよね。今コメント流れたんですけども、うん、それはもうマフィアの世界であって、極道の世界なんですよ。任侠の世界なんですよ。でもそれを受け入れる方がいいと。だからそのオンラインサロンやってる人間っていうのは宗教とか、なんかあの、マフィアとか言われることを恐れてはいけない。そう言われてからステージ2に入るんです。いや、でもね、その感覚はめちゃめちゃわかるんです。めちゃめちゃわかるんだけど。だから専用杯作った方がいいですよ、今のうちにみんな。めちゃめちゃわかるんですけど、それをそのまんまやると、単純に山本一郎みたいな人が書かれて終わるじゃないですか。だから、で、しかも、やっぱ、わかります。本来僕善人じゃないんですけど、はい、本当の意味で人が喜ばないと続かないじゃないですか、うん、あの当たり前に、うん、だからそれをどう現代にアップデートするのが、うん、誰もが周りの目を気にせず変にカルト化せずに、うん、すごいいいものとして現代にアップデートするのかなっていう形なんだよな。なんか今いきなり俺がツイッターでもう身の辺入りたいなら家族になれって言ったらさすがに気違いじゃないですか、はい、それをどういうグラデーションで時代に馴染ませていくのかなみたいな。時代に馴染ませちゃダメです。ダメなんだ。そうしたら熱は生まれないんだ。そうするとコモディティになっちゃうから。なるほどね。結局そうなると変換可能なんですよ。うん、じゃあ、身の輪より最近テレビによく出てるやつとか、身の輪より言葉が今自分たちの方にピンと来てるとかいうのになると、交換可能なパーツになっちゃって。いや、わかる。身の輪より、身の輪っぽいやつが出てきたら終わりですから。そうなんですよ。わかる。だからその、ホリエモンよりホリエモンっぽいやつ
か出ないのはなんでかっていうポイントですよね。西野くんがまだね、だから第3ステージぐらいなのは、西野くんって交換可能なんですよ。だから早いことね、キングコングの西野くんは政治家になるべきなんですよ。政治家なんですか？絶対政治家。ホリエモンは政治家、絶対ダメ。西野くんは政治家。西野くんはなんだかんだ言っても人気者を目指してて、ホリエモンは人気者を目指してないんですよ。まさにまさに。だから、好感度を下げるようなことを西野くん基本的にしないし、やるときはそれによって好感度がもう一回上がる仕掛けやりながらやるので、あいつがやるべきことは本当は政治家であって、政治家を今プライベートでやってる政治家の同人誌みたいなやつだから、彼に希少性があるんですね。で、あのやり方に気がついて、みんな選挙に出ない政治家やりだしたら、西野くんはそのワンオブゼムの一つになってしまうから、早いことちょっと上がった方がいいなと。選挙に出ない政治家ってその通りだな。そうです。あ、でも西野さんがやってることって、本当に、いい意味で、みんなちゃんと救おうとしてるのって政治家ですもんね。そうです。僕とかホリエモンって、サロンで変な奴がいたら、じゃあやめろよって言うんですよ。はい、だから優れたやつだけを救おうとする人は最終的に学校化した方がいいし、入社試験があった方がいいと。そこで2個分かれるんですね。で、僕もなんかそのダメなやつでもやっぱ捨てるのができないんですよ。で、こういう抱え込むタイプのやつは絶対にそのなんだろうな、このさっき僕が自分はね試験とか設けるのダメだなって思っちゃうのはやっぱそっちなんですね。あんまりその、ダメなファン、ダメな人間っていうよりは、ある人間の中の、ダメ率が9割5分、光る率が 5% のはずなんです。で、僕の放送を見てる限りは、箕輪編集室で入ってる限りは、絶対にその 5% があるはずだけども、僕らの側が見えるのは、やっぱりそれら1000人以上いるから、95% の部分しか見えてこないんですよ。そいつは愚痴っぽいところとか。そうするとこいつちょっとダメだなと思って排除しちゃうので、これ気をつけなきゃいけないところです。なるほどな。そうかそうか、俺前澤さんの話できたからこの辺で納得してんのかな。でもわかる、なんかそれこそ僕のオンラインサロンとかだともう1700人現状いるんで、はい、もう僕ほとんど顔知らないし、イベントも全くわかんないです、はい、今日もなんか和歌山に行きますとか言って、はい、観光バスみたいなので、はい、みんなで旅行してた写真、はい、ツイッターで見たんですけど、箕輪編集室合宿みたいな、はい、誰も知らないんですよ。そうですね、もうそうなると村じゃないですか。そうです。で、なんか、やっぱそこにね、あ、みんなの顔覚えてるよって言える政治家西野はやっぱそこなんですよ。田中確定的に、あいつだったら言いますよ。意地でもね、そいつの顔覚えようとするし、そのバスで。諦めないね。諦めないですよ。確かに。だからそこが奴の政治家たるところで。確かに。なんか、それこそ家族的になるっていうのと、はい、あとなんか僕、村、集落みたいになる、もう現状なってますけど、うんうん、集落化してきたり、リアルに、はい、リアルな土地とか、リアルな場所に紐づき始めて、そうですね。っていうパターンも、はい。あるなって思ってるんですよ。はい、その土地を西野さんとかやってますけど、やってますね。はい、本当に土地を買って、はい、でそこを聖地化するで、はい、そのサロンメンバー全員行くのは不可能だけど一応聖地があって、はいはいはい、で支部みたいな場所があって、はいはい、でだから今だったら Facebook っていうプラットフォーム上に、はい、ある意味で会員が依存してコミュニティがある状態だけど、はい、それはありつつも土地っていうものに、うん、人がいる。だから極端な話、Facebook がなくなっても、オンラインサロン的なものは土地があるから残るみたいな。あれはね、彼はディズニーランドを目指してるからですね。うんうんうん、つまり、そのウォルト・ディズニーが、その映画産業っていうのがもう限界だと分かったので、完成しない映画を作ろうと。あ、で、その完成しない映画の中ではいくつもの映画が作られている中で、で、お客さん自身もその作品の一部になって、例えば並んでるお客さんっていうのがもうセットの一部になるわけですね。うんうん、そういうふうな思想でやったの、ディズニーランド、ディズニーランドをやったのと同じように、西野くんもそのある聖地を作って、そうですね、そこにみんなが集まって、うん、で、街を作るっていうのを、永遠にやらせる。永遠にやらせる。あれはあそこが、うん、やってるんですけども、うん、なんかね、そこはね、あんまり本人向いてないから、あの土地がうまくいきない。だオンラインサロン西野の、なんか西野くんが発表したやつ読んでも、やっぱ基本的、最終的には、西野が、今度映画作ります、アニメ作ります、こんな本やりますになっちゃうのは、やっぱ土地の運用っていうのはね、そうじゃないから、彼はそこにはあんまり向いてない。土地の運用はどうすればいいんですか、逆に。土地の運用はね、めちゃめちゃ難しいんですよ。本当にそこに住んで、みんなと一緒に、だからさっきの家族にやらないと無理だから、
それだったら成功のパターンが見えるわ。だから全部をある場所を私有地にするのが一番いいんですよ。それは例えば岡田斗司夫だったら岡田斗司夫の私有地ってことで、岡田斗司夫の家族しか住んでないから、この中で別に電線何本飛行が自由じゃないですかとか、この中全部一個の Wi-Fi でいいじゃないですかっていうふうにやらないと、やっぱ土地っていうののなんか動かし方が有利にならない。で、この中、このエリアの中すべては、例えば自動車の、自動運転の実験できるというトヨタがやろうとしているスマートシティみたいな、ああいうふうなものに向かってやっていくしかないから、それをやるには、その西野くんの器にはちょっと余ると僕は読んでるんですけど、もっと彼は面白いことできるんだけども、ちょっとすみません、45分ですから、そろそろ、無料が終わり、無料が終わりです、はい、ここから先は限定になりますんで、ディープな話を、ディープな話、もっとめんどくさい話して、めんどくさい話したい、はい、じゃあ切り替え、アンケートお願いします。はい、ここまでですいません。すいません、今日はこんな話ばっかりです。いやー、西野の話になっとるんやって、なんで西野の話だっけ。いやー、でも西野さんすげーよな、危機迫るんだよな、うん、あれを睡眠時間なしでやってると。はい、です。あ、ありがとうございます。こんな感じ、はいはいはい、いい感じ、いい感じです。じゃあ、限定の方切り替えましょう。はい、はい、岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく。